僕が皆さんに謝ることがあります。申し訳ありませんでした。ある日、学校で文庫くん、何がありましたか？ちゃんと答えてください。はい、ちゃんと答えます。ある日、こんなことがありました。学校で勉強しました。日本に来てどれぐらいですか？1年です。そうですか？私もです。日本語お上手ですね。ありがとうございます。でもまだまだです。先生はこんな話をしてくれました。先生の話はどんな話でしたか？先生はこう言ってくれました。日本の人ってこれが普通だって。これが日本人の謙遜。僕はそれを今まで忘れていました。何を忘れましたか？ちゃんと答えてください。僕は今まで学校の先生たちが日本語上手ですよね、こんな話を僕に言うとき、僕はいつも そうですかそうですか、ありがとうございます。まあ、勉強はしたことなかったんですけれども、 YouTube やりながら皆さんとごめんなさいです。真面目に話します。いつも僕はそうですか、 YouTube をやっているので日本語の勉強しなくても日本語が上手になりましたって言いました。申し訳ありません。謙遜。本当にこれが日本と韓国の違いだと思います。個人的な考えです。何の違いがありますか？韓国の人って自分をアピールするあのところがあります。例えばこれが韓国だったら、まあこれも人によって違うけど、僕は韓国でいつも自分のことをアピールしました。もちろん僕日本に好きになった時から分かっていました。日本の人なら謙遜。しかしいつも僕 YouTube で日本語上手になったんですよねって皆さんが言うたびに、僕はいつも、そうですか、ありがとうございますって言ったんですよね。僕これからまた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 ですよって言います。申し訳ありません。最後に質問があります。質問ってどんな質問ですか？先生はこう言ってくれました。ありがとうございます。でもまだまだです。日本の人と話すとき、こんなときがあったら絶対にまたまたっていう話をしてくださいって、こう言わなかったら日本人に怒られますって言ってくれたんですけど、これもちろん人によって違うんですよね。しかしこれが普通ですか？本当に怒られますか？僕は謙遜のことを忘れて自慢がしたかったです。日本語の勉強頑張っていますよって。しかしこれが誤ったことですよね。はい、僕日本語またまたです。ごめんなさいです。今日の記者会見はここまでします。本当に気をつけます。皆さんお元気ですか？僕は今朝起きてシャワーして授業を受ける前にこのスーツを着て撮影をしています。もしかして今まで僕がまだまだですよって言わなかった時、もし持ち悪かった人がいたら申し訳ありません。